え何がやばいのって言ったらいやこれやとかって言うんですねそしたらどうも島田修平です始まりました島田修平のお階段めぐり皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますえチャンネルメンバーシップの方もありますぜひお願いいたしますえそしてチャンネル登録グッドボタンあとコメントの方もですねぜひよろしくお願いいたします さあ、あの前回、全前々回とですね、もうめちゃくちゃ心を掴まれてしまいまして。面白いって言ってるから、それともね、興味深い話をね、披露していただいてます。また今回も。来てくださいました。え、海外ユニット、ゴールデン街ホラーズより、かいなし。インディーさんです、お願いいたします。よろしくお願いいたします。<laughs> もう山井さんとね、はい、ゴールデン街ホラーズ結成されて、もう0年くらいという。はい ゴールデン街の方でバーテンダーさんもやられておりましてたくさんの話をこうね収集されて、はい、やっぱりこういろんな人来るから人こわの話めちゃくちゃお持ちなわけじゃないですかそうですねまあおっかない人ですよね,ここね <laughs> 人こわってちょっとポップじゃないですかポップじゃない方のね怖い人が来ますね <laughs> であのお話って何本ぐらい今えー、話せって言われれば多分3桁は話せます、ねえーはい、それぐらいたまりましたね しかも前回、前々回ぐらいのクオリティでっていうことですかそうですね。あと、まあ、えー、このゴールデン街ナックの漫画本以外にも本とかも出してるんですけど、そことかの話とかもあるから、あとは、えー、ライブでしか話せない話っていうのもあったりして、それぐらいはあります、ね。とんでもないっすね。えー、そうですね。改めて、ゴールデン街ホラーズってすごいコンビですね。そうですね。すごいコンビですよ。<laughs> 常に二人ともスパルタでやってたんで。<laughs> <laughs> もうほんと2人で「前作新ネタ」とか言ってもなんか全国ツアーできちゃうぐらいのいやしあややってくださいよい今年やりますすうわー、はい、そう予定あるんですか、はい、結成10周年なので地方を西の方を結構回る感じですね、はいあのー。シンプルに本当普通にお客さんとして見に行きたいっていう。はい <laughs> いやすごいですね。あのまあまさにこちらねあのご本の方も発売になったばかりです。え一巻二巻とね漫画がありまして二巻はもうつい先日発売ですね。はい、タイトルをお願いします。はいゴールデン街の悪夢ですね。はいどんな本でしょうか。こちらはですね私があの十八年間ゴールデン街で働いていた中で出会った機人や機械のエピソードを漫画にして収録しております。はい。そして YouTube チャンネルの方もねやられております。はいはい、はいはい、インディーのゴールデン街の片隅で何かを語るという。<laughs> チャンネルで、まあ、今は映画の批評だけやってんですけど、将来的には怪談も収録していく感じですかね。はい、あの、ギャル貼っておきますからね。ぜひ皆さん、はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回、前々回ともう、なんかすごい気持ちのいい、なんかこうパンチでノックアウトされたみたいな感覚なんですけど。はい。はい、今回あの聞きましたら、その百本以上ね、お持ちだという中でも、一番嫌な。はい。 話をしてくださるそうですねはいこれも私の体験談なんですけれども大丈夫かな、はい、まあ僕ならびにその見てる皆さんの心耐えられますかねこれまあ不快にはなると思います <laughs> 私私が不快だって言うんだから皆さん当然不快ですよ <laughs> だってもう僕らよりも何倍も耐性があるインディーさんでも不快って思うですからね、はい、不快ですか、ね、大丈夫かな聞きたいけど聞きたくないような、はいまあ、あとですね 私の今働いて住んでいるゴールデン街っていうところはやっぱり特殊なところでもあるんですよね。ちょっと日本でも有数のこう300店舗以上ある小さな街の中に人が常に満員で入るぐらいですから人の密集度が高いんで当然やっぱこう人間のレベルも上下あるわけですよ。そのボトムの人たちっていうのもゴールデン街はすくい上げるそういう人たちも飲んでもいいよっていうところなんでやっぱりこうちょっとね普段会わないような人たち。 で普段会わないようなキ人はまあいいんです飼いならせるというかまあ、動物みたいな感じなんでだからまあ <laughs> 今期いなせるんですけどテロリスト的な人も来るんですよその話をちょっとしたいんですけどもテロリストっていうのは、はい、あの僕らが今思ってるよく聞くテロリストのテロリストです、はい、そうですねまあまあ、まあ、爆弾テロとかじゃないですよまあ一応爆弾テロやってたあの学生運動の人たちがゴールデン街昔逃げ込んで隠れてたっていう歴史はあるんですけど。 だからそのリアルテロリストと飲み屋テロリストっていうなんかその何ですかね向いてる方向が似てるのか分かんないですけどやっぱおかしな人が来るんですよ本当にあの今日は僕らが普段絶対に会わないでこんな人がいるなんて思いも知らなかった寄らなかったっていう人種の方の話ですよね。はい、そうですねはね、い。ちょっとあの覚悟してじゃ皆さん今ここからですね、はい、聞いていただきたいと思いまますす、はい、インディーさんおお願願いいいたしししよろくます。 このお話はですね忘れもしない2017年1月2日に起こった出来事でありまして、はい、そこまでくっきり覚えてるんですねいやテロ事件ですからねテロ事件、ね、我々の中では忘れもしない事件なんですけれどもあのゴールデン街って正月でもお客さんすごく入るんですよ<ー>普通正月ってみんな休んじゃうじゃないですか、はい、休みだっていうのと、うん、あと その人が入らないから休むっていうのがあるんですけどゴールデン街はですねあの近くに花園神社っていう芸能の神社があって、はい、そこにみんな初詣に来るから水田飲みに来るんですよ。うん、あと深夜12月31日だとみんなあのい銭投げたいんで長蛇の列が起こるんですねだから待ってると寒いから飲みに来たりするんで大体<ー>12月31日1月1日っていうのは大体お店開けてるんですね。で私の働いてるお店はもう 関係なく毎日開けてるんですけれども1月2日とかもめちゃめちゃ人入るんですよ<ー>やっぱまああの神社行くからです、ね、その時も異常に混んでたんですね、うん、時間は7時ぐらいですかねうちのお店は6時ぐらいに開けるんですけれども,もうその時点で寒いからみんな入っててということは常連さんんじゃなない人たたちも大量に来てたんですよなるほど、はい、一元の人たちが寒いからっていう理由でお店の中に入ってでまあうちのお店は常に扉を開けてるんですね営業中はだから入,入って出やすいっていう。 それでまああの一番奥側にいた女性と私がいろいろ話しててその人がやっぱ怖い話持ってるっていうからちょっとそれも非常に興味深い話だったんで聞いてたら一番奥の奥のというか入り口側の2席にですねが空いてそのあとにすぐ2人入ってきたんですね。でその人が来たから「ああどうもどうも」って言って。 明けましておめでとうございますなんてて言ってでその人いつも1人なのに2人連れ女性連れてきたからあなんか正月だから連れてきたのかななんて思いながらちょっとだけ話をしてまあなんせこっち側の怪談話が興味深いんでそっちにずっと話しててその常連のお客さんが、えー、ヘンドリックスっていうジンを頼んだんですね「ヘンドリックスロックで」って言ってそして奥の若い20代前半ぐらいでちょっとギャルっぽい女性が「ビールください」って言ってきたんですよ。はいっっってててて言とと作ってサッと渡して そちらには私はあんあまり気を使わずに二人でうまくやってくれてればいいなと思ったんでもう手前のおばちゃんのお話がですねめっちゃ興味深いからまたふむふむとか聞いたんですよ、うん、そしたらすぐにですねその常連さんがもう出した後に「ちょっとちょっとインディさん!」って言ってきたんですね「えっ?」ってこうやって「何すか?」って言ったら「このヘンドリックスにレモン入れた?」とかって言ってくるんですよ。はい、で「えっ?」って言って「いやレモン入れてないだってロックでしょ?」って言ったら「うーん!」って言って「レモン入れてないよ」っレモン入れてないよ」っつったら。 あそうなんだっっってて言、うん、じゃあちょとと出るわとか言っててきたんんでですすね、はい、もうう帰るだから「ああってあ「大丈夫ですか?」って言ったら「うん」とかって言ってでそうお金もらったらその隣の女の子も「じゃあ私も」とかって言ってもう全然半分ぐらい仕込んでないのにお金くれて2人で出てっちゃったんですよ。はい、まあまあその2人の後に別のお客さん来たらのグラフとか片付ければいいかなと思ってまあなんせねその 話してくれたおばあちゃんの話が興味深い <laughs> そっっちからすぐ行ってふんふんんっててまたた聞いてたんですね <laughs>、ええ、そしたらですねその話が終わった頃ぐらいですかねはあはあ言いながらさっきの常連さんがもう走って戻ってきたんですよ。うん、ダーンって入ってきて「やばいやばい!」とか言ってきたんですね。出川、はい、さんみたいに言ってくるわけです <laughs> よ。「やばいやばいやばいよっっ<笑><笑>何」って言って「何?」って言って「んかおかしくない今日」っていうふうに言ったんですよ。「大丈夫?」って言ったら「大丈夫じゃないよ」って言ってきたんですよ。 「さっきの女だって誰?」って言ったら「これ俺の隣にいたじゃん」って言うんですよ。あなんかあのギャルみたいなの連れてきた人って言ったら「連れてきてないよ」とかって言うんですよ。えたまたま一緒に入っただけだよこの店にとかって言ってきたんですね。たまたまこう二人で偶然入ったってその人は言うんですよ。私は二人で入ってきたと思ったんですけど「うん、でなんか親しげに話してたじゃん」って言ったら「いや向こうが話しかけてきたんだもん」とか言って「あの女やばいよ」って言うんですよ。え何がやばいのって言ったら いやこれやとかって言うんですねそしたらその女が飲んでたビールがハ分ぐグラなんですけどビールってこう何ですかアンバーってうんです琥珀色じゃないですかそれがなんか、ね、ミルクセーキみたいに濁ってたんですねちょっと黄色くなってたんですよそれで俺のこれとかってその置いてあったヘンドリックスっていう透明人って透明なんで透明で氷が入ってるやつも黄色くなってたんですよで何これとかっていう話をしたらいやだから俺もびっくりしたさとか言ってなんかこう 飲もうと思ったら中の液体が黄色くなってたからだから「伊根さんレモン入れてない」って「なんかレモンサービス入れたのかと思ったよ」って言ってて「<ー>だから入れてないよ」って「んでこんなこなってんだろう」って言ったら彼がその自分で飲もうと思ったのを見て「えっ?」て思ってその女性のを見たら女性のビールも濁ってたからなんかおかしなことになってる気持ち悪いっと思って出てったらしいんです。はい、で出てったら私ちょうど2人会計してるじゃないですかその女性もその後もついてきたらしいんですねその彼の後はい で彼が常連にしているまた別のバーに入って隣に座られたら困るじゃないですか<う>また飲み物が変色したら <laughs> 気持ち悪いから、うん、だからうまく一人しか座れないところにさって座ったらその子も入ってきたらしいんですけどトイメンのの字型のカウンターだったんでトイメンの位置に彼女は座ったらしいんんでですね、うん、なんでついてくるんだよと思いながらも彼はまあお酒を注文してこうしげしげなんとなく見てたらその女性がまたビール頼んでで今度はですねその女子が隣に座ってるおじさんに「 声をかかけたたんんんんでででですすすよ、はい、おじさん何飲っんでんでっていいううふうに言ったらしいですねそしたらねそれはジャック・ダニエルのソーダ割りかを飲んでるって言ったんですよジャック・ソーダだよって言って「私ジャック飲んだことないんですよ」ちょっと一口飲ませてもらっていいですか?」って言うらしいんですね。うん、それで「いいよいいよ」って、まあ、おじさんだったら絶対言うじゃないですか可愛らしい子ですから「<laughs> はい、飲んで飲んで」なんて言ったらそしたらその女の子がこう「 ちょっと、ね、薄暗いバーだったんですけどこう飲み始めるところをその常連さんがじーっと見せたらしいんですよ、うん、そしたらその子が一口ゴキュって飲んだ瞬間に口の中から何かの液体がブワーって出てその入ってるあのジャックソーダが真っ激になったらしいんですねやっぱり。で「美味しかったです」って言ったら「なぜ薄暗いからおっさんはよく分かんないままそれを飲んでた」って言うんですよで気持ちよくなっちゃってそのお店もすぐ出てきて店戻ってきたって言うんですよ。 だあいつなんんかか口からっっててだよって言って「じゃあなんであなたのこのジンが黄色くなってんの?」っつったら「俺も一口飲ませてくれ」っつって飲ませてたらどうなったんだよ」って。<laughs> <laughs> はあ。だから俺でもさちょっとさ失敗したんだけどさその気づかなくてもうちょっと一口飲んじゃってって口なんか気持ち悪いからなんか強い酒ちょうだいっつってその人なんかスピリーン飲んでましたけど承諾だ、ね。強いねから でも謎のその女性が要はテロじゃないですか。飲ませてくださいって言って、何かあの黄色い、胃液かな遺液って黄色くないじゃないですか。か変な黄色い液体をブワっッて吐くっていう。そ気持ち悪い。いや気持ち悪いですよ。だからそれもいまだにそいついるんじゃないかっていう話をしてて、どこかに。え、でもそれあの次のお店で横に座ったあの男性の方は気持ち悪くなっちゃったんですかそれ飲んだら。いや、その人は、 普通に飲んでた。あ、飲んでた。気づいてなくて。あ、じゃ、あ別にその体に害がある。だか,か毒的なものではない。です、ね、<laughs> いや、わからないですよね。だって、まあ、毒を口から吐くってもどうなんだと思いますけど。だからそこでそう、女性もね、それで飲んでるわけだし、口から出てるわけだから、分泌されてるというか、中にあるものだから。そうすね、まあ、あの、それでね、なんかこう。良くないことになるものじゃないんでしょうけど、なん、なんなんでしょう、ね。わからないです。我々はそのゴールデン街、テロ、テロ事件って言ってますけどね。<laughs> そんなことありますかっていう。 まあ、例えばですよ土砂物を自由自在に履ける人がいてそうそういそう思いまし,た思いましたはい、嫌がらせでやるにしても異常じゃないですかまあでもそういうねなんかのを見て内心でこうね私のであれを飲んでるとかっていう,壁だ,かう,うだからねきっと我々がその犯人像を推測するに多分男に騙されてひどい目に遭わされたから無差別で男を狙ってそ嫌がらせをしてんじゃないかっていう説を立てたりはしましたけど。 いやそれにしてもそのの特殊能力は別のこととに使えよ思いますよね <laughs> <laughs> そんなこうゴールデン街に来て「ちょっと一口飲ませてください」って言ってわけのわからない液体をブワッて中に混ぜて戻してくるっていうお土産をこうつけてくるてう <laughs> どうなんだっていうまた悲しいかな男だったらね「おいよいよ」ってあげちゃうっていうねでまさかそんなねものが中に入って帰ってるなんて思ってないですからねしかもバーって薄暗いですからねわかんないですよね分かんないですよね ナイスよねー、うん、いやーやっぱり何かちょっとこうそんなね男なんてそんなもんなんだとなんかねその女の人がこうやって言ったら「はいはい」っていう何かそういうなんかやつなんてもう天罰が食らった方がいいんだみたいなうんそういうなんか正義感でやってるのかもしれないし。そうかもしれないですけどねまあなんか自分のこのバーテン人生の中でやっぱり。 直接的なテロ攻撃っていうのはそれぐらいですかね。まあまあちょっとびっくりするというか。思いもよらないな。もう怖いな。そんな人もいるわけですね。いるんですよ。いろんな人いますね。いろんな人がいるんですよ。インディーさんからしてもやっぱりあの更新してきますか記録。もう大体大体こう体制がついたと思ってもまだびっくりするまだびっくりするみたいなあります。まあまあまあそのキャラクターはいろいろ新しいの来るんで。ただ 常連になるかが別なんですよね流れ星のように来て去ってっちゃう人もいるんで、うん、常連だと結構その人の心象風景とか会話してれば取れてくるじゃないですかなん、はい、でそうなったのかっていうのが、うん、だからそういう人たちは結構まあ明らかに異常者なんですけどそんなにこう不思議だなとは思わないですけどまあまあ結構こういう内容があって結果がこれなんだなってわかるんですけどそういうテロとか流れ星のようにさっときてさっと消えていく人たちは <laughs> そこしか 風景がないから何物なのかもわからないし、じゃあやっぱ不気味に感じますよね。やっぱわからないのが一番怖いですよね。よえ最近でもなんかこうちょっとうわ何これみたいな人いました。最近というかまああの常連の人で、はい、えっと新宿にずっといるっていう人がいいんですよ。どういうことですか。来始めると一週間ぐらいいるんですね。<laughs> どういうことですかだから。ダノミアに。 え例えばゴールデン街の飲み屋が7時5時だとするじゃないですか、はい、営業時間が、はい、だ7時に来てバーの片隅に座ってこう省エネモードみたいに入って動かなくななくるるんです彫刻みたいになるんですね <laughs> 省エネモードって面白いですねそ,それで5時まで行ってお店閉まるじゃないですか、はい、帰ってって言ったらその新宿2丁目の夜の12時から朝の昼の12時までやってるバーに移動して、うん、またずっといるんですねでまた12時になったら別の場ー行ってまた5時になったらその場に持ってきてじっとしてるっていう。 どんなんですかね別にどっかホテル取って寝るとかじゃなくて寝るじゃないですよずっといるんですよ置物みたいにして謎じゃないですか謎謎謎だから我々なん中でも結構謎の人物となってたんですけど最近ねようやくやっぱ長くいて調査すすするもんんででよよね会が出たそれ一体何であの人ずっといるんだろうねっていう話をずっと調べてたらその人って何でそこにずっといるかっていうとお金借りに来てるんですよね。どういうことでですかそれもだから妖怪的なスタイルで そののバーの人と仲良くななるじゃないですか、はい、だからじーっとしててお客さんがいなくなって誰もいなくなった状態になるとこうゆっくりこうエンジンがかかり始めて「ちょっとお話があるんです」って言って「何ですか?」って言うと「お金貸してください」って言うらしいんですよ。えでも急にそんな言われてもね。でも言われるんだけどその時のなんかね顔がめちゃめちゃおっかないらしいんですよ。だからこう ヤクザとかああいう人たちが「おお!」っていうのと一緒で突然顔がひ変しておっかない顔になるからみんなお金貸さざるをえないっていう。しよ帰ってこないですよねお金貸したらいやそれはみんな貸すじゃないですかそうするとたまに1,000円とか返してくるらしいんですね<は>思い出したかのように。それすごい話じゃないですかって言って「どんな顔するの?」って言ったらこうやっぱこう言葉では言えない気持ち悪い顔するんだよって言って。だから もうみんなずっとお金貸しててだからその人が一人でいてほしくないわけじゃないですか。<ー>だからこうお客さん入れたりして防御するんだけど、うん、でもいつかお客さん去っちゃうじゃないですか。その時にこうぬーって出てきて、でもその顔するっていうのが嫌なんだけとか出しちゃうっていう。<laughs> う結構取りお化けが取りつくってこういうことだっていう。ああなるほど。だからもう二桁万円貸してる人とかもいるんですよ。大きい方の。だからすいませんお話が伝わっていってね。ああ大丈夫お金貸すから大丈夫大丈夫っていう,ふうに。 こいつねそこまでしてもだって見ずさせる人じゃないですかかさざるを得ないぐらいの表情これって結構妖怪団というかお化け的な感じの怖さありますよねだから私はその人に俺貸すからその顔してって言ったんですよ <laughs> そこで話せるじゃないですか <laughs> ガサツ <laughs>、はいいくらでも貸すからそのみんなが言ってる顔してっつったら え、僕はお金なんて借りたことありませんよ。ってう人。し <laughs> つけ失礼なみたいな。<laughs> まあそりゃそうですよね。それはもうその人のスタイルがありますから。だからそうだから彼はじっとこう。その食虫植物に身を潜めながら <laughs> なるほどお金を貸してくれそうな人をマーキングして。あとお客さんも貸してるわけですから。だからあこいつはこの顔すれば絶対貸してくれるっていうのを見極めて言ってんですよね。 宝くじの期間長い間ね必要なんですね。ずっと情報収集を省エネモードで、スナイパーですね。ずっとこう見てて、パッていう瞬間を逃さない。そうなんですよ。だから我々みたいにそのお金貸すからその顔してとか、もうややそう、そうなんですよ。一番話す、不衰、不衰。そう一番なんかそこの顔見したくないです。そう、人には。そうなんですよ。不衰すぎてダメっていう。いや面白い。NG を食らってて。 だから無垢な人うとか言ってもそんなお金に困ってるわけじゃないですか」らとって言われたりして <laughs> いやもうそんな違い「困ってるだろ」とかって <laughs> <laughs> 10万とか出すよとかそういうのはもう一番ダメですだねそういう側に私はなれないんですよね取材者側だから<ー>ただ無垢な人たちっていうのは多分彼の顔を見たらひょっとしたらもうっていうふうに思ったりとかもしかしたらこのまま「とかって言ってくんじゃないかっていうような顔をするからお金出しちゃおう,う。 なんか今勝手な想像ですけど僕貸しちゃいそうですもん,なんかそうですよだから、ねうん、そのお財布入ってるやつもじゃこれいいよとかってなんか言っちゃいそう、えー、いやかしかもうもういいよそんな困ってだったらもう、えー、ってそしたらその数か月後に1,000円とか返してくれるかもしれないですからねその1,000円で <laughs> うわ泣なけなしの中から頑張って返してきた <laughs>、うん、じゃあもういいよまたじゃこれをも使ってくださいよとかって、えー、もうその何か何倍ものお金また貸しちゃいそう貸すっていうかもうあげちゃいそうですね、えー、だそういういい人もいたり いや、面白すぎますね。いや、なんかこう、やっぱりいろんなこう、人のね、中に。なんかこうね、やっぱ怖さもあるし、やっぱりその怖さとか、不思議さにやっぱ理由があるっていう。その理由まで、こうやって教えてくれると、めちゃくちゃ面白いですね。うん、いや、ありがとうございます。あの、こういった話もですね、たくさん詰まってます。はい、こちら、はい、ご本、もう一度紹介をお願いいたします、はい。ゴールデン街の悪夢。 でございます。はい、こちら2巻の方がね発売になったばかりですから、皆さん是非チェックの方お願いいたします。はい、いや、本当に面白いです。なんか本当に山優さんとまたこのね。インディーさんのコアスの方向が違うから2人揃ってライブやったらもう最強ですね。そうですね。はい、うんだから今ね2人でなかなかやんないんですよ。<う>あ、取っといてですね。今 いやそれぞれでもうお客さんがついてるから、はい、あんまり一緒にやらなくてもいいんじゃないかい,いやいやいやだからそのここ一番で、はい、この2人が揃ったときっていうのはもう、はい、とんでもない価格反応もときますからね、はい、楽しい待ってますんで、はい、また、あ、情報ありましたらあの X の方で上がってきますからね、はい、はそちらも皆さんチェックの方お願いいたします。はい、はいよろししくお願いします、えー、というわけで怪談、えー、ユニットゴールデンガイ・ホラーズより怪談師インディーさんでしたありがとうございましたありがとうございました。